好評配信中 in 長崎。エンジョイパチンコライフ。どうも、日産のロビンソンこと日産ロビンソンでございます。さあ、今回はですね、景品獲得バラエティダッシュマンの撮影でこちら丸光時津店さんの方にやってきております。まあ、前回というかつい先ほどなんですけれどもね、同じ丸光さんの、長与店さんですかね、前回というか前はね、バシと景品取ったんで、今回もなんとか取ろうかなと思っておりますけれども、今回のルールの方が制限時間3時間、投資上限がスロットで1410枚分と、なっておりますので、頑張って今回も景品を取りたいと思います。暑いですね、長崎は。思ってる以上に暑いんですよ。さっきはね、まだ10時とかねやったんであれなんですけど、今も3時ちょっとぐらいになってきたらね、もう舐めてましたね、長崎の暑さを。はい、だからなんやねん。そんなことない、頑張る、頑張ります。暑さに負けないように頑張りますんで、頑張るぞ。はい、なんだこの空気は。なんだよ、なんだ。さあ、というわけで景品コーナーの方にやってまいりました。まあこちらもね、いろいろあるんですけれども、前目言うてもたおもちゃがね、結構また、充実してるんですよ、ここも、でね、もう相変わらず妖怪ウォッチがねあるんですけれどもね、ようやくこいつがジバニャンっていうのが分かりました。はい、でこのアナと雪の女王、この映画ね、一世風靡した、こう子供が着れるドレスですかね。はい、これがね、なんと178枚で取れると。これちょっとペアでね、狙いたいなと思ってるんですけれども、この横が高額景品ですね。はい、470枚でカバンやら財布やら、ディーゼルのカバンとか財布とか持ってたら結構ね、高かったでしょうと言われるようなやつですけれども、でこちらがね、ちょっと祭事的な感じになってるんですけども、進撃の巨人アニメ、テレビアニメ、あと漫画にも大好評の進撃の巨人がね、結構ね、いろいろあるんですよ。フィギュアもあるし、あとクッションでしょ、時計でしょ、あ、サントラか。へえ、まあできたらあのアナと雪の女王のあのペアのセットと、ここもなんか取れればいいかなと、いうような感じで狙っていきたいと思いますんで、はい、じゃあ実践の方行きましょうか。実践台選びに行きましょう。さあ、店内に入ってきたんですけれどもね、稼働が鬼です、これ。はい、今 1.25 円パチンコですか。もう結構な稼働っすよ。8割9割ぐらいあるんかな。まあ土曜日の3時ぐらいですか、一番多分いいか、人が多い時間帯なんでしょうね。うん、これスロット大丈夫かな。ほうほうほう、あー、まだいけるか、座れるところはあるね。うん、でもジャグラーも結構稼働ついとるし、おー、ストラタス一回も言われへんわ。400か、あ、これね、392回転で落ちてるんやけども、天井は999やったかな。いや、もうちょいやもね、早いよね。鉄拳はやっぱ鉄拳の300とかあったらすぐ打つんやけどな。ないな。装填170195、ないね。ハーデス、なんかヘルゾーン的なところ狙われへん。わあ、無理やね。お、出ました、我らがバットマン。出ました、バットマン。さあ、皆さん、お待たせいたしました、バットマンを選びたいと思います。さあ、どれ行こう。もういっか、角で行こうか。はい、こっちの角なんか一回当たってるんですけれども、926回でハマってるんで、ハマって当たって抜けてるんで、じゃあこっちの逆サイドの角行きます。はい、向こうの角も内角も出てるんで、こっちの角で勝負します。さあ、というわけで、今回勝負するのはバットマン。さっき見たでいう方もね、いらっしゃるとは思うんですけれども、もう無類のバットマン好きなんで行きたいと思います。いや、違うんです、あのね、その3桁
当てたことあるって、まあ、前回今疲れてることどうか分からないですけど言うたんですけど、それをまだ見せれてないんですよ、まだ皆さんに。じゃないとなんか嘘つきのままで終わってまいそうなんで、はい、頑張りますよ。ガンバットマンです。めっちゃしょうもないやん。ほら、おお、しまった。6や、6いけ。お、あかん。結構長めのロックでしたけども、弱かい。あんだけロックして弱かい。あ、発展。お、チャンスアップパターン。うわわわわわわ、なになになに、ジョーカー出てきた。始まったパーティーが。あ、もういきなり、チャンスゾーンです。これね、ちょっと調べてもいい？わあ、スーパーブラックゲートや。期待度的にはもう 90% ぐらいあるみたいなんですけども、まあとりあえずスーパーで違法入ったんっていうのもあるし、まあ弱ジェリカで、まあ、一応入ってるんでいいと思います。はい、行きましょう。で、スーパーの方は何や言うたら、この 1000m をあのゼロまで行けばいいんです、この15ゲーム間で。はい、でリップ、なんかレア役とか行くと一気に減るみたいです。そう、これがいい。リプレイリプレイベル、次あのベル引くんで、で原産も止まってくれるんで、これで結構稼げるんですよ。あ、今ホールドしてる。この画面が赤い時ね、原産が止まってくれるんで、ここで、はい、バッカバッカ、うわあ、ドキドキよ。なんかラスト7で340って微妙よ。よしよし、ホールドした。ああ、よしよしよし、リプレイリプレイブラ、これ100ゲーム多分減ると思うんで、次ほら6ゲームで120大丈夫でしょ。ほらもうホールドもしとるし、だって最低でも20でしょ、あと3ゲームでいけるやないですか。はい、これで着いた。3ゲーム残しでクリアしました。はい、行きましょう、ダークナイトラッシュ515ゲームは一発目の ART 頑張りましょう。なんとか3桁乗せましょう。お、チェリーは嫌。よし、チャンス目来た。あ、スイカかい。いや、紫やからチャンス目重いやないですか。いや、スイカで行く。上のセレクト、チャンスはクール。あー、チャンス。おお、何これ、どうなんの。ボーナスがおるよ、ボーナスおるよ。よし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 、来た、これこれ。てかスイカでよう入ったな。よし、でかい、やった。おい、これね、ダブルも確かなんかあるんですよね。ダブルある、あるよね、なんかあるんですけど、まあシングルでした。上のセレクトストックしました。で、まあボーナス引いたんでプラス10ゲームと。
はい、まず1個目、優しめ優しめ、あー多いわ。うわー全然ちゃう。はい、頼む。うわー多いて。おおお、しまったしまった、減った減った減った、ちょっと減ったよ。え、ど真ん中、いやいや真ん中のヤジ半端ないな。お前これ9分の2やからチャンスですよ。真ん中責任取ってよ。はい、でもなんだかんだ120ゲーム、まあボーナス引いたのに弱いな。500枚いかなかったです、492枚。はい、というわけで初当たり1回引いて疑似ボーナスも引いたんですけれども、移動しましょう。はい、移動します。いただきがあんまり絡んでないからグラフ的にへこんでるだけで、これあると思うねんな。まあいろいろ見たんですけれども、このオスサラリーマン番長にかけてみます。多分まだあると思うんですよ。はい、これにしましょう。さあ、というわけで2台目は、オスサラリーマン番長の方で、実践します。で、こちらのお店も前代パーソナルシステムと、なってまして、さっきの、バットマンで出た、400枚ちょい、445枚かなをこっちに移動してきました。で、ちなみに、こちらのお店も強チェリーこちらのお店も30杯に、もう持ち玉移動みたいな感じでパーソナルでそのまま大移動の方もできますんで、これでもうすぐ全長ない。まあサラリーマン番長はね、まあ僕プライベートでも、結構打つんですけども、まあなんでしょうね、まあいろいろ見るところあるんですよ。斜めベルの確率、あとオスベルから、どれぐらい二王門通常時から入るか、で、あと、モード移行で、あと、頂きの引き戻しと、まあ基本的に、ボーナス早めに当たってて、かつ天国によく行ってて、であんまり天国ループしてないで、あとまあ引き戻しがあったりするところを中心に見ますかね、僕はね。で、ちょっと天国よく行ってあんまループもしてなくて、引き戻しも何回か見受けられたら、その時に斜めベルの確率見て4かな6かなみたいな感じで見ますかね。で、1枚役からの2王門って結構設定差あるところで、もう半日で1回ぐらい出たら相当強いと思うんですよ。時はもうそっち重視してもいいと思うんですよ。他、まあ、例えばどっか1個かけてたとしても、うん、全然終えるぐらい1枚役からの2王門は強いんで。でもね、僕この間打ってて、1枚役からの2王門が2回あって、結構回した4500ゲームぐらい回して、斜めベルの確率が30分の1っていう時があったんですよ。めっちゃわけわからなくなりましたよ。でも引き戻しも結構あったし、で通常時も、二王門も弱かったかな、チャンス目、まあ、そういうわけわからん時もあるんですけども、一枚役二王門は多分相当強いと思います。でかい、あ、これいいよ、夜まで行ってくれれば、ハリセンここ、うちは微妙、うわ
チャンス目。29ゲームって微妙っすよね。落ちてそうや。やし。どうなんやろ。これか。でかい。頼む。よし、降りた。これがね、一番熱いパターンなんですけど、何回も外したことあります、この燃えてるタイトルで。頑張る。でも頼むよ。やりやした。最後らへんにチャンス目引いたんで、チャンス目の可能性も若干ありますけど、あどっちや。まあそりゃそうか。あがななです。なんとか400ゲーム台で、はい、当てれました。誰でいきましょう。ニーモ、ニーモにする。いや、しずくちゃんでいこう。ここは静かなんで。ベル、まあベルでもね、あのいただきラッシュ抽選してるんですけど、まあほぼほんまにまれですから、やっぱりチャンス目、強チェリー、その辺引かんと。あとオスベルが一番熱いかな確か。わあ、何にも引いてない。頼む、続いてくれ。よし、これ一応なんかチャンスの数が多ければ多いほどなんか天国期待度が高い的な噂があります。うわ、継続頼む。うわ、しかもチャンス1個、153枚。はい、弁当箱で次のゲームで対決って俺結構ないで。当たるかな。弁当箱ないかな。ある、来い。弁当箱、あの弁当箱何回か引いてたんで、ちょっとしたら降格上がって、降格ですね今で、弁当箱引いた次のゲームで発展でこれです。いや、これ外れたらなえるよ。うわ、大丈夫か。弁当箱、よし、青7だ。真ん中行くよ。イエイ、青7でございます。やるね。青7やったら誰やろう。しずくで行く。今日はもうしずくって決めてる。来た、チャンスは弱い。わあ、弁当、やっぱり結局はもうチャンス目か強チェリーやね。あか、うわ、でも弁当でしょ多分。あ、ベルの可能性もあるか。稲妻行け、稲妻行け。いった、マジか。2回目これ見たん。うわー、チャンスか。うわー、終わりか。稲妻です。よし、またビッグが、40ゲームでしたけども、いただきラッシュをゲットしました。早い。まあそりゃそうでしょ。でもある、ある時ある。マジか。誰で行く。トドロキで行こうか。鏡で行きたいねんけどな。鏡で行こう。よしよしよし、
まあ多分もう知ってると思うけど、青七屋とノルマがたまり、ノルマ、男気ポイントか、これが、2ポイント以上たまるんで、はい、終わりです。青頂でもね、こんなもんです。282倍。マジかよ、ほんまに。まあ、研修入るやつでしょ。ちょうどね、天国の最後らへんのゲーム数もあるんで。お、右来た、レア役か。あ、お、滑る。あ、違う。今フラッシュの仕方がちゃうかったんで、降格か前兆かなんですけど、多分降格じゃないと思うんですよ、何も引いてないんで。なんで前兆の可能性が僕の中では高いと思ってます。間違えてたらごめんなさいね。ほら、これで僕一回外したことあるんですけど、ほぼほぼ当たってます。多分大丈夫。よーしよし、これのカジノ僕外したことない。大丈夫だ。どっちや、ボーナスかな。ほら、引き戻した。青や。え、な、何、俺なんかブルーレジェンドみたいなの入ってんの。2回目の青、ちょっと次轟できます。もうなんか鏡乗る気がせえへん今日。お、たまった。あと1回、ワンチャン、ワンチャン、これ。あ、いけるか。あ、お、でもこれギリ間に合ってるよね。あ、終わった。多分抽選されてあかんかったんやろね。あの、はい、こんなもんです。青いただき2回引いて100ゲーム消化して1ゲームも乗らず、はい、これがね僕の実力です。恐怖、今完全に僕の見せ場なんですけどね、右がねフリーズしてます。わかんのかな、頼む。来るかね。え、わあ、わあ。さあ、というわけでですね、天国が抜けたところでちょうどお時間というわけで、ちょっと出玉あります。はい、これで取れるやつを取って皆さんにプレゼントしたいと思います。はい、以上です。314枚。ちょっとね、実践終わって景品を選んでる時にね、ちょっとこれに気づいたんですけども、こちらがね、カウンターでカップを景品交換して飲めるコーヒーとなってて、なんか結構ね美味しそうな感じがあるんですよ。結構ね豪華な感じもあるんで、香り高いコーヒーをご用意しております。実践終了でい、というわけで今回も景品を持っておりますけれども、今回もですね、バットマンから始まり、そして、オスサラリーマン番長を打ちまして、出た出玉でこちら、進撃の巨人セットですね。こちらがミカサ・アッカーマンでしたっけ、のクッションで、こちらが、リヴァイ兵長の、フィギュアですかね、
はい、なんかいろいろ動かせたり、できるやつです。はい、こちらを取りましたんでセットで1名様に、プレゼントしたいと思います。欲しい方はですね、番組の最後の後にキーワードを発表いたしますので、そちらを、書いてご応募の方くださいと、いうわけなんですけれども、ですね、ピーマートの、トップページの方に、ピーマート TV と丸光さんが、こうコラボしているオリジナルホームページがいけるんですけれども、そちらに、この丸光さんの、なんですか、来店スケジュールとかね、来店日前のツイキャス放送とかもね、そちらの方から見れますんで、ぜひともそちらの方皆さんチェックしてみてください。そして、この動画が配信されている頃に、丸光時津店さんの方で、パチンコの、近江物語3、そして北斗の拳6剣王が導入されている、されていると思いますので、お近くの方はぜひとも遊びに来てください。こちらの店もね、まあ、スロットのノーマルキー、ノーマルタイプのデータ見てたらね、結構な回数ついてるんで、ここもね、頑張ってくれてると思うんですよ。はい、なので本当にお近くの方はぜひとも見に来てください。さあ、気になるキーワードの発表なんですけれども、キーワードはそうだ長崎へ行こう、そうだ長崎へ行こうで、ご応募ください。さあ、というわけで今回の出し物は以上となります。また次回もお楽しみに。ありがとうございました。YouTube はこんなに楽しい。人気パチンコパチスロ動画がいつでも見れる。人気ライターの来店情報もプッシュ通知で届く。 YouTube ダウンロードしてね。えいえい。